歴代の人気モデルが飾ってきたノンノの表紙、雑誌の顔となる表紙撮影はモデルにとって特別なこと。ノンノ4月号の表紙を飾ったのはこの2人、佐藤亜里沙と桐谷美玲。実はこの2人、雑誌セブンティーン時代からの付き合いで大の仲良しなんだって。2人で挑んだ表紙撮影はどうだった？なんか恥ずかしかった。恥ずかしかった。すごい接近してたんです。実は写真で見るよりも顔もすごいくっついてたし、実は写ってないところでそうだね、こうちょっと絡まって汗だくにしちゃいました。恥ずかしかったです。恥ずかしかったって？この日の表紙撮影、2人のポージングに注目。こんなに密着しての撮影なんてなかなかないよね。お互いにこの撮影に抵抗はなかった？そうだね、結構割と撮影でくっついてってこうやってキュッとすることが多いんで大変ね。そうだね。今まで他のモデルと密着した撮影はあるの？あまりないです。こんな撮影は仲が良くないとできないよね。はいはい。恥ずかしいね、なんかね。そんな仲良し2人の出会いは6年前、お互い雑誌セブンティーンで活動していた頃。今ではプライベートでも一緒に過ごすことが多く、お互いにとって欠かせない存在だという。ところでミレイ、親友のアリサと一緒に表紙を飾る気分はどう？いや、すごい嬉しい気持ちはあるんですけど、なんかノンノも先でも先輩だから何言ってんのっていう気持ちもあるんですよ。本当に頑張んないとと思って。1年半か2年くらいノンノで活躍してる姿を見てるから、私はずっとね言ってたんですよ、アリサだと思って見てたから。だから頑張ったと思って、そんなつもりはなかったですけど、でもね、一緒にできて嬉しいね。またセブンティーンでも1回、そう、表紙は1回だけしか一緒に撮ってないんで、また飲んでこうやって一緒にね、表紙ができて嬉しいしかね。セブンティーン時代に一度しかなかったという2人での表紙撮影、これから2人で表紙を飾る機会がもっと見られちゃうかもね。そんな仲良し2人だけど、衣装がお揃いでとっても可愛いよ。お揃いです。お揃い、双子ちゃんがテーマ。はい、そうなん。テーマは双子ちゃんという今回の表紙撮影。2人横並びで見ると雰囲気が似ていて、確かに双子ちゃんみたいだね。そんな双子ちゃんのテーマで撮影したのはこちらの3パターン。一体どのポージングが一番いいのか。どの写真も出来が良く、現場ではどのポージングにするか悩んでいるみたい。アリサとミレイも撮影された写真を真剣な眼差しで見つめます。そして表紙の仕上がりがこちら。注目は2人の表情だよ。ミレイだけ微笑んだこちら、双子ちゃんの二面性というコンセプトなんだって。この日の撮影は無事終了。はい、OK です。はい、ありがとうございました。アリサ、ミレイ、お疲れ様でした。4月号の表紙はアリサとミレイが2人で飾ってます。見てね。そして気になる4月号の特別付録は、4月号の特別付録はですね、はい、マーキュリーデュオのたっぷりサイズポーチです。たくさん入るのでお泊まりの時にもぜひ使ってね。仲良しコンビのアリサとミレイが飾るノンノ4月号、みんなチェックしてね。